来ましたね、とうとうこの日が。もう見てくださいよ、半袖でスタートしたこの企画が、ね、今もう雪景色ねえ、びっくりするぐらいにこのほれ雪景色的な氷の世界ね。すごいな。さあ、ね、今日は、はい、どうしますか。今日はね、はい、床までできたんで、はい、前回ねやったようにこう手すり壁的なものを作って、今日では最終回と2回に分かれるかもしれないですけどね、今日一応最終回なんで、ね、頑張るぞっつってね、これ頑張るぞっつってね、ジャンバーもこれね、何冬よそれ、もう大乳になりました。あれ古かったんだ、あれあれは去年バージョンですね。あ、本当ニューバージョン。そっか、俺と先輩の分はないんだ。もちろん入ってるでしょこれ、うん、宣伝してやるって、入ってるでしょ、来てずっと、俺それ着て出勤すればいいんだ副業っすかっつってはい、ではそしたらその作業に取りかかるということで、先輩なんてだって職場でもう DIY 先生って言われてさあどうですか先輩、今日はもう最後はい、なります。まあ頑張りますよ今日は天気いいんで風も吹いてないんで、暖かいみたいですかね、はい、暖かいです、はい、では、はい、頑張りましょう。よし、じゃあやりましょう。はい、で、前回柱をね取り付ける部分にこう印をしたんで、うん、ここを切る切る切る。お、今日持ってきた。もちろん手じゃないですか今日は。もうね、こういうのも使えるっていうところをね再度見せていきたいな。なるほど。じゃあ行きますよ。絶対危ないでしょこれ。危ないねそれ。絶対危ないでしょ。超危ないですよ。待って待って待って。なんでに。押すと回る。確認作業から始まるな。そうだな、危ないからな。そうだな。こう持ってると危ないから。こうだな。こうだな。こうやって大工さんやってみる。で、いきます。外す。これを。外す。こうなるじゃん。こうなったら。で、せっかくなんで、こっちも取る。これもこうビューっていって、ビューっていって、うん、いけばいいんで、うん、手で大丈夫ですか。手でもいいですし、ブツでもいいですし。いや、ブツも硬いもん。
シャワー小口の塗装ですよ。いい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 。まあこういうとこから一番腐れますからね、キーナンツーモンは。こういう細かいことはちゃんとやっとかなきゃダメだということだね。そしたらまあやっても腐れるか腐れないのかって言われたら腐れるんですけど、うん、あとはもう気持ちです。こいつに頑張る気持ちがあるかないかですね。戻してんのね。戻しですね。戻しね。大体1メートル弱ぐらいの手すりかなと思いますね。正直ね、大工の孫よりも、器用な先輩ってことね。確かに。やることないです。簡単に作るね、先輩ね。DIY ですから。うん。僕やったら、ね、DIF になる、ね。F はないよ、F は。Do it フルタ。面白い、うん、フルタがやるって。なるほどね。喋りますか僕。言ったら、ね、これが一般的な作り方かって言われたら、まあいろんな作り方ありますよね。うん、先にこう柱を伸ばしてやる方法もあれば、まあ、土台を敷いてもやる方法もあるんで、いろんな方法あると思うんですけど、今回はこんな感じでやってます。古田式と古田式というか、古田のやりたいようにやらせてもらった。申し訳ないけど、申し訳ないけど、本当に大工さんがやるんだったら多分もうちょっと違う方がね、簡単なのかもしれないですけど、僕にはこれがね、まあいっぱいいっぱいですよ。うん、僕、失敗しちゃうんで。なるほど。そう、だいたいやらかすのが僕ですから。まあまあまあ、形になってるよ。よかれと思ってやるでしょ。僕、だいたいね、最後の最後でね、大きなミスしますから。知ってるんです、自分で。自分のことは ね身の程をねわきまえてる。そうね、うんうんうん、だからね、うちの人間誰もね、あいつにやらすなってなりますから。あいつに、ね、簡単なことしかさせれない。準備してそれで高さを決めたいなと。それでタイトだな。柱止めの古田って呼ばれてますか。滑り止めみたいな感じだね。柱止めの古田って。柱止めの古田。映さないで。映さないで。これのさ、もうキツキツなんだよ、微妙に。いや。